そうですね、名古屋に来て半年ちょっとで2番なんですけど、まあ、どうせなら1番狙っときたかったっすね。まあ毎月ナンバーワンにはなって、うん、誰にも負けないようにしておきます。まあ、売り上げの方法で言ったら、うん、そうですね、まあ、ちょっと新年会の時に、まあ、ぶっちゃけ面白くなかったんで、誕生もそう立ってないし、まあ、来年の新年会は、俺が一番笑ってる新年会にしたいなと。10分の3。お、いけます。よし。わかりました。期待しております。お願いします。オッケー。